明けましておめでとうございます。2012年のお正月、皆さんはどのように過ごされたでしょうか。ピト君、何か言いたそうですね。はい、ピント君は元旦からずっと読者の方へのご挨拶回りに忙しかったそうです。さて、今年最初の愛媛新聞リポートは皆さんを空の旅へとお連れしたいと思います。去年、映像報道部の記者が小型飛行機で松山市から愛南町までのコースを撮影しました。山と海が織りなす自然や町の風景、着々と伸びる高速道路など魅力がぎゅっと詰まっています。それではどうぞご覧ください。